皆さんこんにちは。マインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ。今日もこれから本要約カフェを始めていきます。今日ご紹介する本は否定しない習慣という本です。いつもいい人間関係の人がやっているコミュニケーションの極意が書かれています。ぜひ最後までご視聴ください。さて今日私はマスカットブレンドのルイボスティーを飲みながらお送りしております。お気に入りのカフェで本を読んでいるような気分でお聞きいただければ幸いです。またこのチャンネルではクオリティオブライフやウェルビーイング向上のヒント、海外でも流行している誘導瞑想やアファメーションをいち早く配信しています。チャンネルフォローがまだの方はよろしければ今のうちにフォローをお願いします。さて今日ご紹介する本「否定しない習慣」、著者は林健太郎さんです。エグゼクティブの方を対象にコーチングをされている方です。本書を読んでの感想は、この否定しない習慣を作ることが私たちのマインドセットをも変えていくと思いました。人間関係やコミュニケーションだけではなく、私たちのメンタルもポジティブな方向に変えてくれると思いました。それではこれから本書の要約とプラスアルファの解説をしていきたいと思います。さてまず本書では、人間関係を良好に変えるにはどうしたらいいのか、よく言われるのが褒めるということです。しかし著者がこれまで数多くの経営者やエグゼクティブ、ビジネスパーソンと接してきて得られた一つの結論が、褒めるではなく否定しないということだったと言っています。確かに積極的に褒めるよりも、まずは否定しないで受け入れてくれた方が会話もスムーズにいくと思います。本書で言われている否定という意味は、あなたダメですというだけではなく、相手の話や意見を打ち消してしまったり聞かないこと、またミスや失敗を責めてしまう、相談などに対して真剣に向き合っていないこと、こうしたところまで含まれています。本書では多くの人が無意識のうちに否定をしていると言われています。この無意識の否定の習慣を否定しない習慣へと変えていくこと、その中できっとマインドセットも変わっていくはずです。ちなみに否定しないコミュニケーションには結論として次のようなメリットがあります。まず人に好かれやすくなり嫌われにくくなる、一緒にいると居心地がいいと感じてもらえる、忌憚のない意見や会話ができるようになる、部下が成長しやすくなる、ミスや失敗を責められなくなり新しい挑戦をしやすくなる、ネガティブな思考が減っていく、信頼関係が生まれやすくなる、人間関係のトラブルが減る、会話が続きやすくなる、その他にもたくさんのメリットがあります。やるべきことは否定しないというシンプルですが、効果は絶大です。褒められる、肯定されるよりも否定されないことがいい人間関係を築く鍵になっていきます。本書ではまず無意識のうちにほとんどの人が否定をしているということで、相手を否定してしまう心理について解説されています。そこにある一つは無意識の親心だと言っています。要は親切心で、例えば子供が夢を語っても、そんなの無理無理、お金が一体いくらかかると思っているのとか、そんなに頭良くないでしょとか、もし小学生のお子さんが宇宙飛行士になりたいとしたら、そんな答えをしてしまわないでしょうか。こうした良かれと思って愛情の裏返しとして言っている否定、その中のほとんどに悪意はないと言っています。それが正しいと思って否定を正当化している、そのような無意識が働いていると言われています。著者自身もこうした親切心によって中学生当時、夢を否定されてこられました。ところがアメリカに留学してカウンセラーと面談した時にその夢を語ったところ、次のように答えてくれたそうです。素晴らしい。じゃあどうやったら本当にそうなれるか一緒に考えてみよう。その日本とはまるで違う反応に、本当に素晴らしいんですかと自分の方が驚いてしまったと言われています。この両極端の体験を通して、否定されるとこうなる、否定されないとこうなるっていうのがよく分かったそうです。まず否定ばかりされると怒りが生まれてきます。そしてオープンに話せなくなります。また信頼関係も生まれにくくなって、自己肯定感が低下して自信を持てなくなってしまいます。反対に否定されないとポジティブな感情のままでいられる。そしてもっとコミュニケーションを取りたくなる。また信頼関係が生まれ、自己肯定感が高まり自信が持てる。このような図式が生まれています。そこにあるのはたった一つ、否定されないということです。この否定しないということが心理的安全性を生み出しています。2015年の Google の発表でも、生産性の高いチームや組織には心理的安全性があると言われています。要はいつも強迫観念で動いているよりも、自ら進んでやりたいことをやっている、そうしたカルチャーを持つ組織の方がクリエイティブで生産性が高いということです。この心理的安全性をより具体的に言うと、チームや組織において誰が何を言っても、どのような発言や指摘をしても否定や拒絶をされたりする心配がない状態です。そのため創造性が生まれやすいということです。もしあなたが心底を否定しない習慣を持っていたら、相手側の目線はどのようにあなたを見ているでしょうか。ここでもいくつか書かれています。まず何を言っても話を聞いてくれる、率直に自分の思ったことを言える、そのように感じられていると思います。また安心して相談や会話ができる、失敗や小さなミスをしても責められることがない、できないことをバカにされない、いつもありのままの自分でいられる、一緒にいて居心地がいい、仕事が楽しくなりやる気が出る。こうした生産性向上だけではなく、信頼関係が向上していくような効果がたくさんあります。このチャンネルでもポジティブ思考の大切さということはよく配信したりしますけれども、それをもう少し別な観点から言うと、否定しないということ、これも非常に効果的です。また先ほどもお伝えしたように、否定にはいろんな表現があります。私は否定していませんという方も、無意識に無自覚にその否定のメッセージを送っている場合があります。本当はよく思っていなくて、その何らかのメッセージを送っています。そのパターンとしては、まず相手が話している途中で話を遮ってしまって、こちらが話し出してしまう。また相手が意見を述べた時に、それもいいけどと自分の意見をすぐに言ってしまう。また相手の話を聞く時に目を合わせず別のことをしながら聞いている、真剣に向き合っていない状態。言葉上は否定していないけれども、それ以外の、非言語のメッセージであったり態度などで否定のメッセージが相手に届いているということです。この中で一番やってはいけない否定というのは、相手の存在そのものを否定することです。いろいろ否定せざるを得ない時もあります。間違っていることを指摘する必要がある時もあります。しかし相手がどう受け止めるかということをよく配慮しませんと、相手は自分の存在意義について傷つくことがあるということです。会社からもういらないと言われたらどうしようと不安を抱えている方、学校でいろんな人から無視されるようになったら何を言っても自分の意見を聞き入れてもらえなくなるような、そんな追い込まれた状況、そういう状況に人を追い込むことさえあるということです。なのでこの否定のエネルギーっていうのは非常に怖いものがあります。ここである事例が紹介されています。ある団体で長年司会進行役を務めていた方、その方が辞めることになって後任の方を勝手に決めてしまったことがありました。その人は良かれと思ってやりましたが、団体の事務局長はそれを白紙に戻してしまいます。この場合、新たに選ばれた方がまだ団体に入って2ヶ月で組織の運営に不慣れだったということもあって、そうした正当な理由のもとに再度選考基準を決めてやっていきたい、そのような結論を出しました。すると前任の進行役の方は自分の全てを否定されたように解釈して激怒をしてしまいました。結局長年いたこの団体について、ここはひどいということを周りに言いふらして全てを投げ出して去っていってしまったということです。長年協力していた方にもかかわらず、結果的に誤解を生んで後味の悪い形になってしまったということです。この場合、事務局長は全く悪気がなかったんですけれども、伝え方一つで相手を激怒させてしまうこともあるということです。またここで日本人の否定の受け方について書かれています。今日本にも海外から多くの方が移住をしてきていると言われています。東京なんかは10人に1人が外国人だと言われています。ですが欧米社会なんかはもっとこの人種が入り乱れています。人と違うことが当たり前で、また誰もが自由に自分の意見を言うというカルチャーがあります。反面日本のコミュニケーションでは、言葉の行間を読んだり文脈を読んで私の気持ちを理解してほしい、そのような高度ですが曖昧なコミュニケーションがあるとも言われています。言葉にしないで自分の気持ちを分かってほしい、このようなシチュエーションないでしょうか。反対に欧米の方ではほとんどを言葉にします。言葉にしなかったらその人の責任で、もうそれは仕方がない、聞いていないということですね。さらにその人の意見は一つの意見で、それを受け取るかどうかは自分が決める、どちらかというとそういう傾向があります。著者はその日本人のコミュニケーションスタイルで察するという文化が非常に分かりにくくさせていると言っています。要は直接的に否定されることに慣れていないということです。確かに欧米で暮らしてみるとよく否定されます。それは自分の存在意義を傷つけているのではなくて、相手が意見を言っているということです。これを日本のコミュニケーションが普通と思っていると、もう全てめっためたに否定されているように感じてしまって、ショックを受けてしまうことも少なくありません。また著者は日本の村社会的な考え方、またノーという直接的な表現がないということにも触れています。村社会っていうのは、よく日本の昔からの生活スタイルで、村ごとに寄り合って生活をしていて助け合ってこられました。その中で良くも悪くも排他的なコミュニティができて、村で目立ったり違ったことをすると村八分に会うとか、そういう恐れがあったりします。そうした排他的なコミュニティの中で生きてきていると、否定されるイコールいられなくなるということで、自分やまた将来に対する強い不安感や恐怖心を抱くようになります。また日本語にはノーという直接的な表現がないそうです。確かに英語の表現だとパンはいりますかとか言われて、ノーと言いますよね、いらなかったら。日本語だと結構ですとか、大丈夫ですとか、かっこ間に合ってます、かっこいりませんみたいな。いりますか、いりませんってはっきり答えると、なんかぶっきらぼうに聞こえるような、そんなイメージがあると思います。なのではっきりノーと言わない、そういう文法が使われています。この辺も原因になってるんではないでしょうかと著者は言っています。著者はこうしたことを踏まえてコミュニケーションの方法を変えたところ、劇的に変わったことがあったと言っています。ある時印刷会社で営業の仕事をされていて、顧客から白インクを塗ってほしいというそういうオーダーがあったそうなんですね。カラーの紙に白いインクで印刷してくれと。ただシルクプリントではないオフセットという印刷の時に白いインクっていうのは存在しないみたいなんですね。白の部分を抜いて周りを塗るというそういう印刷方法になるそうなんですが、こうしたコミュニケーション方法を変えない時は、ここは白インクでやってくださいって言われたら、そんなのありませんと答えていたそうです。もうするとお客さんと喧嘩になってしまって、向こうはやれという、あるものあるという、こちらはそんなものはないっていう、この繰り返しだったそうです。ところがそうしたコミュニケーションを変えて、否定しない会話方法に変えたところ、白インクを頼まれても、この部分を白く見せたいんですねということで、こちらで工夫させてもらってもいいでしょうかということで、実はこの部分を白く抜くことではっきりしますと、そのようにお伝えしたところ、そんな方法があるんだと言って、逆に新しいそういうやり方を教えてくれたっていうことで、喧嘩から感心して非常に信頼をつかみ取ったと言っていました。またあるワインソムリエさんのお話も紹介されています。あるカップルがそのレストランに来た時に、ソムリエにこの銘柄の赤ワインをお願いしますというふうに頼んだところ、その銘柄の赤ワインというのはなかったそうなんですね。そもそも存在していないと。もうそれは白ワインの銘柄で、そのソムリエが観察するところによると、彼女に対して自分はワインを知っているということを見せたかったような感じがしたと。なのでその方々の状況を崩さないためにも、まず否定しない、この赤ワインですねということで、よくご存知ですねと、残念ながら今ご用意がありませんので、ほぼ同じ味わいのこちらはいかがでしょうかと、そのように対応して、恥をかくことなく事なきを得たと言っています。この辺もちょっとしたコミュニケーションですが、相手が間違っているからといって、それを真っ向から否定してしまってもいい結果が訪れないと。言い方や伝え方を考えて、相手の受け取り方や感情に配慮するということです。ここまで否定しないということがどのような効果を生み出すのかということをお伝えしてきました。次に本書では、否定しないマインドをどのように作っていくのかということが書かれています。ここでは否定しない3つの基本的な考え方を紹介されています。まず1つ目は、事実だから否定してもいいという考えは持たない。2つ目は、自分は正しいという考えも持たない。3つ目は、過剰な期待はしないということです。1つ目の事実だから否定してもいいというのは、まさに気をつけたいところです。喧嘩なんかになると、もうバカにバカって言って何が悪いみたいな心境になってしまいがちです。だって事実だからと。ただそれでは自分の気持ちも晴れませんし、相手との信頼関係はほぼ改善することはありません。それで喧嘩別れになる。もうそれでも構わないというまさに喧嘩状態になります。ただこうした場合であっても常に改善していく余地があるっていうのは、こうしたコミュニケーション術から学べるところです。やはり相手がどのように受け取っているかということをじっと観察して、言葉で言い返してこなくてもムッとしていたり、うつむいて黙ってしまったり、手をぎゅっと握りしめていたり、こうした点も見逃さないことが必要です。こちらから否定やまたそれをさらに強く受け取ってしまった場合には、時に仕返しも待っていますので、気をつける必要があります。次に2番目の自分は正しいという考えも持たない。これはワシントン大学の教授で心理学者の方がこのように言っています。大人同士の問題や課題の 69% は明確な答えはないと言っています。要は7割は答えはどちらにもなりうるということです。なので自分だけが正しいとして正しさ対決に入ってしまうと決着がつかなくなってしまいます。この場合、もし意見が違ったら否定せずに本来の目的を考えてその目的を共有するということが大事だと言っています。大抵意見が食い違うのは方法論のことです。目的は同じだったりします。本来これが目的だったらこういう方法がある、こういう方法があるということで目的を思い出すことでお互いの共通点を確認することができます。お互いは争うべき敵ではなくなって味方になって仲間になるということです。さらに3つ目の過剰な期待はしないということは、著者はある時部下が仕事をしなくて友人にその悩みを相談した時、彼も彼なりに精一杯やってるんじゃないのかなと言われて、そうなのかなと思い直したことがあったそうです。確かに過剰な期待をしてしまって期待のバーが相手に対して上がっていると、それを下回っていた場合怒りになったり否定になったりしてしまいます。この場合相手というのは人だけではなく、例えば何かのコミュニティとか会社とか、また大きくは国とか、そうした環境や他者に対して期待をしているにもかかわらず自分が思う通りに答えてくれなかった、その憤りが悶々と溜まって否定のマインドになってしまっていることもあります。この辺もある種、自分でできることは自分でやっていくという自立心とか、それを持っていると相手も相手で自立している存在だっていうのを認めることができます。そして人やまた組織にもそれぞれの立場があるということが見えるようになってきます。3つ目はこの過剰な期待をしないということでありました。そしてここからは否定しない技術についていくつかの方法論が紹介されています。まず1つ目はイエス・エモーション和法というものです。反対に今よく言われているのはイエス・バッド和法というものです。会話の中で何か自分の意見を言いたいときに、まずそうだねと受け止める。でもさとか、そうだね、でもこうなんじゃないっていう、このイエスでもバッドという否定語が入るってことです。この和法の目的は規定を和らげるためにあります。ですがこの場合はほとんど肯定されたとは感じない和法です。そうではなく著者がおすすめしているのはイエス・エモーション和法ということで、イエス・そうだねと肯定した言葉に加えてさらにポジティブなプラスの感情を伝えるという和法です。要は肯定にさらに肯定を加えるってことです。いいね、でもというよりも、いいね、すごく頼もしいよ、すごく嬉しいよとか、自分が感じている感情を伝えることです。ここまで肯定を重ねられると、とても信頼されているように感じて、相手の承認欲求を満たすことができると言われています。さらにもう一つの方法は、能動的に沈黙するということです。沈黙は金と言われていますが、沈黙は多くを語る以上の価値があるという名言です。自分が喋りたい時にその欲求を抑える。自分が今話すべきタイミングなのか、その衝動を抑えているのか、そうしたことがコーチングとかコミュニケーションの際には非常に重要になってくると言われています。そこでよく言われているのが、相手の話が終わってから2カウント待つということです。2秒でも結構です。相手が何かを言ってすぐ言葉をかぶせてしまうと、前の相手の話の文脈がどこかに行ってしまったりします。そして相手がもう少し喋りたかったのに他の言葉をかぶせられると、話を聞いてもらえたという感じにはならないと。そこで2カウント経ったら何か自分の発言をするとか、それだけで相手を否定しないような技術になると言っています。これはアンガーマネジメントでも同じだと言っています。怒りがこみ上げてきた時、その最大の沸点は6秒間です。6秒間なんとか我慢すれば、その怒りは少しずつ落ち着いていきます。この少し間を取るというのも会話の技術になります。さらに相手の言葉をナレーションするということも紹介されています。これは復唱ですね。心理学的にはリフレーミングと言っていまして、相手が言ったことをそのまま確認で繰り返すということです。こうしたいんですという時に、これこれこうしたいっていうことですねと復唱すると、そうすると相手も非常に安心して自分の意見が伝わってるっていうことが確認できます。これも受け止めてもらえたと感じてもらうようなコミュニケーション方法です。以上、本書では否定しないっていうことがどれほどの効果があるのかということ、そして否定しないためのマインド作り、また否定しない会話の具体的な方法をご紹介しました。他にもためになる内容がたくさん書かれています。気になった方はぜひ概要欄から本書をご一読いただければと思います。またすぐに読みたい方は Amazon の Kindle がおすすめです。さらに隙間時間の有効活用として耳で聞ける Audible もあります。これらも概要欄から無料で登録できますので、ぜひチェックしてみてください。今日は本要約カフェとして否定しない習慣をご紹介しました。何らかのご参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。